西大橋駅2番線ホーム西大橋駅は、大阪府大阪市西区新町1丁目にある、大阪市高速電気軌道長堀鶴見緑地線の駅。駅番号は N14。駅名は、かつて、長堀川にかかっていた何和筋の橋である、西大橋に由来し、長堀通りと何和筋の交点である、西大橋交差点に、名残が見られる。 何は筋線の計画において、以前は同線の駅が西大橋駅付近に作られる計画であったが、2017年のリリースでは計画がなくなっている。コンコース島式ホーム一面二線を有する地下駅である。改札口は対象よりにある一箇所のみ。当駅はドーム前、千代崎管区駅に所属しており、同管区駅長が、当駅、ドーム前、千代崎駅。 大正駅を管轄する。当駅のデザインテーマは、町の息吹に設定されている。2020年11月10日の1日、上皇人民は12,880人である。新町側では1番出口、2番出口とも、西大橋跡に位置するが、北堀江側では3番出口は1つ、下流側の橋の富田や橋跡よりに位置し、4番出口は1つ、 上流側の橋の上島橋跡に位置する。最寄り停留所は長堀通りと何は筋にある西大橋となる。以下の路線が乗り入れ、大阪シティバスにより運行されている。ありがとうございます。